というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。これ目の前にさ、はい、まあここで初めて筋肉魔界でしょ、これ。そうなんですよ。でも冒頭ちょっと、あ、やるんだね。はいはい、わかりました。なんかこんなのをね、はい、ゲオで見つけたんですよ。こちらですね、はい。僕はもう、あ、面白いこれと思って買ってきたんだけど、うん、なんていうのかな、この機種は、まあ、レトロゲームコンピューターと、うん、まあほぼほぼファミコンみたいな、うん、僕あの、まあファミコンミニみたいなあったじゃない。ありました。あれと同じ感覚で買ってきた。本当、はい、ソフト118本も内蔵されている。118本すごいんだよと思って買ってきたんだけど、うんうん、ファミコンのソフトじゃなかった。そう、なんか完全オリジナルの謎ゲーが、そうそう、だけど、ああ、これにさせるんですよ。そう、ここにね、実際にやれると。そしてこれが、うん、1キュッパ。1キュッパ、どっちの？ヤシイ1キュッパ。ヤシイんだ。筋肉魔界で軽はずみにヤシイ言うとちょっと伝わらないところあるかもしれない。安いんだ。びっくりした。そうなんだ、すごいね。で、これなんだろうと思って調べたら、ゲオのなんかオリジナルみたいな感じなのね。うん、あ、なんからしいですね、うん。はい。で、3月かなんかにすごい発売したんだけど、うん、はい、結構即完売みたいな感じだ。そう。それがたまたまさ、あったのよ、5、6台も。あら。うん。これ買い占めた方が良かったのかな。買い、なんか転売屋みたいな。か、ここでプレゼント企画とかやった方が良かったか。あー、ね、それは面白かったかもしれないね。うん、はい、はい。だからこれでさ、マッスルタッグマッチでもやろうかと思って。刺せばできるから ね。まさに筋肉マンがいるからね。そう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 。これはもう僕も早くやりたい。ということで、はい、まあ今回ね、うん、筋肉マンの話をするんだけど。はい、お願いします。まあタイミング、はい、もう一回説明すると、このチャンネルは、はい、火曜日にまとめ撮りをしてるわけです。火曜でございます。なので、はい、前回僕が入ってるこの回では、うん、夏子というものが出てきてないんですよね。まだ知らない時ですね。はい、確かそうだよね。はい、知らない。で、翼くんが、オート攻略を、あ、そうです、出しました。一応出させて、まあ、攻略と言えるのかどうか分かんないですけど、まあ楽になったり、僕から聞いたら急ターンは攻略じゃないと思っちゃうけど、まあやっぱ早書きの方には僕のとこもちゃめるし、うん、まあだよね。僕はあれ手動で4です。うん、手動4とオート9、オート9と手指とどっちがいいかなって。手指、手指のが楽だと思うんだよね。まあでもまあね、時間的に、それも手指だったら手指取るでしょ。まあどっちかって、オート9、オート9と手指。手指っていうのあれ、そうそう、手動の指で手指だな。オート9がもう長いから手指がいいかもしれないね。はい、まあそれはいい、ね、本当にどうでもいいね。はい、夏子です。夏子、はい、はい、この話を僕まだしてないんですね。まあこの動画が出る頃にはまだギリか。はいはい、うん、そうですね。まあなんだかよくわかんないけど複雑なさ、うん、ガチャよね。まあそう、なんか3点方式どころじゃない、ビビンバと一緒でさ、はいはいはい、なんだかわかんないけど、まあいろいろ交換しながら取るか、うん、でパックを買いながら、はいはいはい、デイリーパックの中に入ってるもの、ね、なんつかな、セットパックのものと、はい、あとデイリーパックで金のマスクを買って、うん、また交換しながらやると、これそれでいても、はい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 、ものすごいいっぱい回せるわけでもなく、ね、天井確保できるわけでもなく、はいはいはい、まあ引いた人がラッキーみたいなね、うん、まあそんなガチャでしたっぽいですね、はい、これ僕ね、はい、普通のガチャにしてくれればやるのに、うんうん、なぜこのような形になったか。そうなんですよ、はい、だからこれが僕ちょっと運営の思惑が理解できない場所、うん、ああなるほどね。ね、はいはいはい、まあもう最初からこのトツのシステム前回喋りましたけども、うんうんうん、まあちょっとビジネスっぽい、完全にお金儲けだなっていうトツシステムでしたよ、はい、重ねてもそのうち1体じゃ足りなくなるというこのトツシステムがきつすぎると、はい、でも今回もまあガチャで、まあ、もちろんですけどビジネスじゃないですか。まあそりゃそうでしょうね。優勝で普通に回させた方が稼げんじゃないかなって僕は思ったんですね。はいはいはい、はい、なんかね、うん、うん、一部のなんかこのコレクションコレクターしか引かないんじゃないかとね、うん、思ったわけですよ。はい、でそれで僕はもっと先に言いたいことがあります。ん、何ですか。今回のこのキャラ水着で、水着の何、うん、ですか、正確に言うところ。これはごめんなさい、僕はちょっと本名が分からない。かけるの翔野さん、失礼しました。翔野夏子、水着飛んでる夏子っていう、確かね、うん、筋肉マンの1話の巻の回がありました、ね、夏子が初めて出てきた時 のタイトルは飛んでる夏子だったまあでも、砂浜のジャーナリスト翔野夏子という感じになってます、うん、まあ夏だから、うん、まあ水着系というか、こういうね、うんうん、まあね、当てはめてきた、うん、はい、ここじゃねえ、ここじゃねえ、うん、はい、2回目のガチャで水着ぶち込んじゃいけない。まあね、ぶっちゃけね、水着ぶち込むのは2年目以降まあ後々だよね。そうだね、確かに、ね、色地と言われてるジャンルなんですね、はい、こういうのって、はいはいはい、確かに、うん、で夏だからこういう衣装替えしてとか、うん、例えばクリスマスだ、うん、ハロウィンだ、いろいろあります。そうですね、初年度はやらない。うん、ああはい、だってまだまだあるんですから、他に。まあそうですね、やろうと思ったらできることは。悪魔将軍、もちろんバッファローマン、ずっと言われてんのに。命の命というかね、まああれですけど、うん、はい、ここ挟んできちゃったのが、うん、まあ、ちょっとここの運営さんはずれてるな。本当
で、うん、どれくらいだから分かるんですよ。まあいろんなソシャゲが出てます。はい。ね。で、いいとこ取りしたいんだろうね。まあそりゃそうなんじゃないの。僕はかつてポケモン GO をやってました。あ、はい。そこからドラクエウォークに切り替えたんです。はいはい。これはなぜかというと、僕はポケモンの世代じゃないんですね。あ、ドラクエ、ドラクエの方の世代なので、はい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 、それは同じウォークゲーでドラクエが出たんならそっちやろうかってなりますよ、うん。で、まあポケモンもやってた状態でドラクエに切り替えたら、あ、なんか、ポケモンのなんか痒いところが手に届いてるなとかさ、そうやって感じたの、はい、うん、だからここの運営さんっていいとこを取ろうとしたんだろうけど、うん、ここじゃない、ちょっと違ったってこと ね、そこじゃない、それにまず僕は言いたい。まあいろいろと水着系のキャラを出してくる、はい、ゲームってあるじゃないですか。まあもう全部そうじゃない、正直ドラゴンクエストタクロもそうですね、はいはいはい、水着何々が出てきます。これはまあやっぱりちょっとお色気路線を行きたいとか、まあっていうことですよね。筋肉マンそういう漫画じゃないっていうことですよね、うん、あ、どんぐらいの人があんのこれ。筋肉マンにエロはいらねえの、うん、唯一エロはマリシャン言って目がハートになってる筋肉マンだけなんですよ。唯一やねー。別にパンツが見えたらどうだとかないの。はい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 。いやまあもう本当にそんな感じはないから。これね、先生怒るよ。逆にや、あ、そこじゃねえぞと。世界観崩しちゃってんだから。まあね、あんまねー。で、そもそも、はい、この夏子さんをそういう目で見る筋肉マンの姿はないからね。あー、なるほどね。ね、はいはいはい、テリーマンが夏子っていうぐらい。あ、まあまあ結婚するもんね。そんな感じなんですよ。まあでもっていうことなんだね、うん、だから大きな間違いを犯しちゃったなって僕はとても思った。まあ、むしろ違うキャラの方がもっとみんな引きたい。いや、そうです、そうです、そうです。ね。だって、なんならまだ、始まったばかりといや、始まったばかりで、ガチャも今度が優勝でやってくるのは2回目なわけじゃないですか。そうですね。ピックアップとして。はい。もう、だからまださ、なんつうの、懐温かい人だっているわけだよ。まあ、それそうだよね。ね。それをなんでこんなに遠回しなことをやってきたのかなって、こういうところが下手で、うん。で、やっぱりそのずれてるというのと、ハマっちゃうね、うん。で、まあ、このイベント、翼くんもやったと思うんだけど、はいはいはい、まあまあ、めんどくさいよね。めんどくさいです。うん。で、はい、まあ、とりあえずしょうがないから、うん、何ですか、一番下の段を一生懸命翼くんやってるわけ。ああ、僕は、はい、こう、ね。まあ、でもそれでもこと足りるんですよ。とりあえずね。うん。でも最終結果が、金のビーチボールの方で取り替えられるアイテムだけは先に終わっちゃうっていう、はい、ちょっとね。終わっちゃったねー。うん。うん、これね。計算ミスじゃないのかなっていう。そう、だから。最後はね、うん、こっちでしょうし、金のビーチボールを金のビーチボールに交換はできるんだけど、うん、逆がないんだよね。そうそうそう、これ多分そんなこと考えてなかったんだと思いますね、これは。考えてないですよ。うん、すごい。バランスがちょっと調整の仕方が悪かったので、ね、はい。ちょっとね、むしろビーチボールか。もうちょっとその金の交換できるものを増やしとくべきだったかなっていう。そうなるとまだありがたかったですね。はい、で、まだこのイベントは続きますね。はい、そうですね。にもかかわらず、先ほど発表があったんだけど、うん、木曜日かな。はい。新ガチャ来ます。らしいですね。これは予定にあったのかなって僕思っちゃう。うん。どうしでしょう、ね。イベント中ですよ。まあ、大イベント中ですよ。イベントにイベントを重ねてくんのかな。重ねイベントの可能性ありますよ、これね。わかんない。だから、夏子に全通しなきゃいけない人たちだっているわけですよ。いや、僕正直そうなんで、あとここかで。それもヒー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 、ね、うん、この長いターン。そう。なんならほら、大変な思いして、2回に1回負けちゃうなって人も中にはいますよ。まあまあ、それはいますよ、それは。間違いない。その中で、違うイベントでまたスタミナを使えってなってくると。またこれは、結構なブイブが出るんじゃないか。いや、結構、結構しんどいと思うな、うん、だからなんかちょっといろいろとね、はい、うん、やってんなっていう、うん、まあ現状ね、やっぱり言いたいのは僕はまだね、はい、本当にこのアプリ落ちとか、うん、多すぎると思うんです、うん、僕は他のゲームでアプリ落ちすることないんですよ、うん、でもこの筋肉もやるとほらよく言われてるこの熱、うん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 、熱問題がすごいのね、まあずっと言われてますね、発火しちゃうんじゃないかとぐらい、まあでも本当に火つくんじゃないかぐらい、ね、マジであります、ね、熱くなるんです、はい、でまあ、 落ちちゃったりするじゃないですか、うん、アプリを閉じる待機するみたいになって、うんうん、でアプリを閉じると再開しますかって出るんだけど1ターンから始まる、そうなんだよね、戦いがね、これがもうなんかめんどくさいなと、結構しんどいですね、もう4ターン目でね夏子を倒す寸前で落ちてもらうんですよ、これまた最初からやらなきゃ、うん、もう本当にしんどいでしょ、また最初からスニーゲーター手出さなきゃいけない呪いやって、これも大変、大変、本当大変、うん、でまあなんつうのかな、やっぱり、はい、うん、いろいろとね、まあ、コロシアムに関してもそうなんだけど一世一世が何ねとコロシ、まあそうですね、はい、まあ一応まだねプレ大会みたいな感じでしょ、うん、はい、そうですよ、うん、だからまあこれに関しては文句は言わないんだけども、ただ何にしてもいろいろと成長させていくにはアイテムというものが必要で、そこに行ってるスタミナが今割れてないでしょ多分、うん、まあ、無課金でやってる人たちはいくら回復が早いと言ってもね、まあ一応なんつうのかな、
パワードリンクとかさ、あんなの取りたいし、はい、ね、いろいろ取りたいでしょ、うん、いっぱいできればね、今なんかちょっといろいろ足りてないんじゃないかな、そうね、うん、現状本当に夏子イベントに全然しなきゃいけないからね、基本的に素材系は全て交換できればいい ね、 ねえ、それが一番、まああるっちゃあるんだけどさ、うん、っていう、あとこれはここで取れるよ、あれで取れるよっていうのをすぐさま言ってくんないとさ、何にしてもなんか2つ3つを同時落とししたいわけだからみんなはね、そういうところにちょっと若干手が回ってないな、まずは一旦そういう整理をしてもらいたいというくれると嬉しいですね、うん、はい、まあ、またちょっとね今回のネガティブなお話になってしまったけど、はい、まあ、最後にね、まあ、あの付け足していきますよ、まあ、発表された、はい、ま、なんでかな、マックスラジアルでしたっけ、ラジアル、あれ僕だってあのなんか4800万パワーということは知らないんです僕はまだ、はい、これね、はい、ラージナンバーズとして登場し、うん、まあ、き昨日まさにその日曜日ですよ、はい、2回目のあの筋肉マンアニメでやりました、はいはいはい、そこで最後出てました、はい、ジェロニモに対して攻撃してましたよ、うん、このラジアル、ね、うん、実はもうすでに原作の方で、うん、あの読者投稿で、うん、ビッグラジアルというキャラがいるんですね、ビッグラジアル、そう、お、これをなんつか色直ししたようなキャラクターを出した、あ、そうなんだ、ちなみにさらに言うと、うん、はい、ターボメンって言いましたね、多分黒い、はいはい、あれもターボマンっていうのが読者、あ、読者投稿でキャラになって、そのビッグラジアルもターボマンも金消しになって、それ漫画出る前からどうぞ、原作に出てないです、へー、そうなんだ、紹介されただけのキャラクターが金消しになった、へー、それをだからこの先生は何十年ぶりにこの復活させた際に、あ、あのキャラな、本当はあの原作で登場させたかったなと思ったのをなんか手直ししてる、はー、あ、そうなんだって僕は思ったんですよ、だからあの時に投稿した人はね、だいぶ今おじさんになってると思うけど、うんうんうん、嬉しかったろうなっていう、へー、そういう気持ちも考えつつ、はあ、うん、さらに思い出すと、まあ、翼くんも知ってるかもどうかわかんないですけど、はい、かつてね、第1回ジョージオリンピックの予選かな、うん、第2回にもいたかわかんないけども、うん、フランス代表にルピーンというキャラクター、うん、はいはいはい、このキャラクターは原作に出てきて、まあ、セリフはそれほどないんだけども、うん、金消しになってません、なってません、こんなこともある逆転してるけど、面白いんですね、かわいそうなルピーン、ね、まあ、まあ自分で作ったから勝手なと思うっていうことだからな、まあこんなお話を挟みつつちょっと、ね、はいはい、まあそうですね、覚えたいなという、はい、ちょっと、まあ、お口直しです、はいはい、はい、どうもありがとうございました翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。